懲りない人ですね。誰だ、殺す、今すぐ殺してやる。脊髄反射で殺すだの殴るだの何言っちゃってるんですか。世紀末でも生き抜いているんですか。気分よく眠ってたってのに窒息させる気だったんだろ。ああ、眠るなら外か待合所で眠ってください。ここは祈りの場ですよ。バイトシスターに言われたくねえよ。結局ここに祈りに来てるやつは注意もできねえ弱虫ばっかだったな。子守歌、眠くなる神父の話、ホテル代わりに最適だ。呆れた人ですね。神父様はあなたを受け入れたんです。使徒の方々も愚行を許し、ミサへ出席していると認めたんです。ああ、何を言ってるんだ。認めるも何も俺は寝ていただけだろうが。あなたが説教を入眠剤と勘違いしていびきをかこうが、楽を求めて足を投げ出そうが、もし祈りの最中に暴言を吐こうが、誰も気にすることなくミサを終えたでしょう。教会は全てを受け入れる。全てはこの一言に集約されているんです。もっとお話ししましょうか。ちょ、魔法が生活に食い込む時代だってのに、信仰、神の恵み、流行るわけねえだろうね。現実を見ろ。今朝祈りに来たバカは何人いた。4人だ、4人。教会なんか必要とされてねえんだよ。あ、待ってください。なんだ、図星をつかれて怒ったか。幹久さんの好物を教えてください。聞いてどうすんだ。愛散会の参考にします。ほら、幹久さんって自警団を仕切っているでしょ。幹久さんの声かけなくして会の成功はないと思うんです。へえ、マジにやんのかそれ。俺は雑食だ。食えりゃ何でも構わねえが、ああ、ままごとに参加なんかしねえぞ。な、皆さん楽しみにしていましたよ。それがどうした。俺が出ないって言ったらあいつらなんて言うだろうな。企画倒れってやつか。残念だったな。じゃんけんで決めましょう。あ？男らしく一回勝負です。私はパーを出します。お決まりのセリフですね。ふざけろ。そんなことするかよ、ガキくせ。私はすごい強い勝てない。おじけづいちゃいましたか？てめえ、負けたらどうすんだ？その話、それ相応のリスク背負って持ちかけてんだよな。何でもします。負けませんから。ミキッサさん、絶対男の拳とか言ってグーしか出さないタイプですし。なんでもてめえに命令して喜ぶ趣味はねえよ、マザー・フィオナさん。逃げるんですか？会は本日第2礼拝後に行うので必ず来てくださいね。献金の確認をして台帳へ書き込んだら、愛産会用の食材の買い出し、予定してた事務所の清掃は昨日のうちに済ませたから OK と。純粋な留守番がいないという人手不足は、これって私のせいになるんですかね。主は言われた。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。びっくりさせないでくださいよ、神父様。ぬっと出てこないでください、ぬっと。もうお疲れ様です。幹久と君は正反対ですね。働き者と怠け者。一見交わらない特性に思えるが、それらは表裏一体なのです。そんな働き者だなんてもったいないです。はい。日々くびきを追い、主に学ぶ君の姿を見習ってほしいものです。私なんか全然普通ですよ。神に感謝し、主に賛美、教えを守り、恵みを授かっているだけです。その気持ちを忘れないよう心がけなさい、シスター・フィオナ。第2礼拝まで教会は私に任せて、会の準備を行いなさい。いいんですか？でも自分で言い出したことは一人で完遂しろって。甘やかしているわけではありません。昨晩遅くまで事務仕事に励んでいたのを私は知っています。神父としてではなく、一人の人間として高崎フィオナ・アンナベルに手を差し伸べたいと思ったまでです。ありがとうございます。早速食材を買いに行ってきますね。神のご加護があらんことを。すいません。初めてですが入道許可はいただけますか？ええ、もちろんですよ。教会に来られない方の感じているイメージとか敷居って少し高いですよね。ええ、魔法が浸透する以前から信仰心への勝手なイメージ先行はありますね。私も最初はそうでした。実際はそんなことないんですよ。教会は罪深き罪人であろうと来るものを拒みません。とはいえ無神論者にとっては社会に必要か疑わしい場所と思われているのが現実でしょう。私のようにね。失礼ですが、今日はどういった要件でお越しに？と、いぶかしげながらも柔和な笑みを崩さない姿はまさしく使徒職が一般職と一線を画した位置にあり、洗礼と献身によって預かった特別な身分であることを如実に表しているのだった。つい癖で、さすがに三鉄で仕事を間に合わせた弊害が出てるわね。申し遅れました。こういうものです。神立しおり子、コピーライティング、取材、フリーライターさんですか。本の方は申し訳ないですが世事に疎くて。ああ、知らなくて当然ですよ。ほとんど自費出版みたいなものでも著作を載せると話が円滑に進むことがあるので。もしかして教会には取材に？ええ、事前に連絡もなしにすいません。お手間は取らせませんのでよろしいでしょうか。そうだったんですね。主任神父は奥にいますが人手不足なので取り合ってもらえるかどうか。人手不足。そういえば助任の方や他のシスターは交代制ですか？いえ、私と神父だけです。小さな教会ですからね。気合でなんとかなります。本当なら他の教会を訪問したりあらゆる福祉活動に献身すべきなんですけど。ああ、でもご安心を。うちにはボランティア精神旺盛な若者たちがいますから。というと？目的を見つけられず力を持て余した若者を集めて社会復帰に役立つ経験をさせているんです。なるほど、そんな取り組みを。例えばどんな奉仕活動？一応歓楽街の治安維持を目指して自警活動を行っているはずです。少しくらいは遊んでるかもしれませんけど。なるほど。教会に隠されし裏の顔、不良の巣窟とコスプレシスターのみだらなミサ、救済を与える更生施設の実態に美人記者が迫ると。その捏造記事は普通に許されませんよ。失礼、つい癖で。仮眠くらい取ってくるべきでした。癖でも普通に許されませんけど。自警団は素晴らしいアイディアだと思いますが、あまり目立つのは危険かもしれませんね。ご存知とは思いますが、最近のネオン街は犯罪の温床という単なるイメージ定着で済ませられないほど事件が多発しています。住所不定のアートキャストが隠れ住み、日夜問題を起こしている。このことに私は無関心ではいられない。そうだ、自警団の方から聞いている土産話でもあれば聞かせてもらえますか？申し訳ありません。私、これから買い物に行かなくちゃいけないんです。そうだったんですか。引き止める形になってしまいましたね。これは少ないですが。謝礼なんて受け取れません。それに、記事に載せる場合は正式な許可を神父様にいただいてからでないと。その点はこちらも分かっていますので、今回の話に関してはシスターとの世間話にとどめておきます。でしたら余計に受け取れません。これはシスターに話しかける数秒前の話なんですが、時間も位置も全てが絶妙なタイミングだったんでしょうね。眺めていた教会とそこに溶け込んだシスターの姿に、なぜだか心が洗われる気分になりました。何かのネタになるかなと個人的に話しかけたくなってしまったんですよ。教会から溢れ出る神聖な空気も神がもたらす愛の一つです。でしたらこれは献金として預からせていただきます。では、私はこれで。まったく気分屋なんだから。自分から言い出したくせに連絡もなしですか。私にだって私としての生活があるんだから。逃げるなかい。触らないでください。ストーカーはお断りですよ。私は主と婚約している身と言っても過言ではないんですからね。黙れ。自警団を囲ってる教会のシスターで間違いないな。だったら何だって言うんですか。あ、もしかして幹久さんの仲間で愛さん会に参加希望とかですか。なら最初からそう言ってくださいよ。仲間だとふざけるな。俺は歓楽街であいつらの行き過ぎた自警行為に巻き込まれてこうなったんだ。散々だ。本当に散々すぎる。頭の中があいつらへの復讐でいっぱいだ。離してください。これは仕返しの上昇に過ぎない。次はあいつらを血祭りにあげてやる。女の子に暴力を振るうのは間違ってる。フェアじゃない。え？何かトラブルなら話聞きますよ。第三者に話した方が解決しやすい場合も。